はい、本日の四字熟語、再起間髪です。三省堂の方ですね。優れた才能が外に溢れていること、またその様。再起は優れた才能、優れた頭の働きを指します。間髪は輝き、現れる様。間髪の間、これは、明らかな様、輝き、現れる様ということで、まあ、その部分だけでも指すということで、この2つ合わせて、こういう意味になりますね。学研、優れた才覚が溢れ出る様、頭の回転が速く、素早く適切な判断を下すことができ、想像力に満ち溢れていること。小学館大事線、優れた才知の働きが、高い点が高まっている。類似語が同じ多いという四字熟語が、あります。活用形として再起間髪なという形で使われることが多いということです。最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。